ビューティフル・ボビー・イートーンは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。アラバマ州ハンズビル出身。1980年代に活躍した悪役タッグチーム、ミッドナイトエクスプレスでの活動で知られる。1976年、日系アメリカ人レスラーの登場山本のトレーニングを受け、地元のアラバマとテネシーをサーキットエリアとしていた。 ニックグラス主催の NWA ミッドアメリカ地区にてデビュー。ベビーフェイスの新鋭としてキャリアを積み、1979年2月にはランディ・サベージからミッドアメリカヘビー級王座を奪取。同月はメキシカン・エンジェルとのコンビでマイケル・ヘイズテリー・ゴディのファビュラス・フリーバーズを破り、ミッドアメリカタック王座にも体感している。なお、同年9月と、 翌1980年4月には同じくテネシーを主戦場としていたジプシー城の仲介で国際プロレスへの来日が予定されていたが急遽中止になっている。1980年下期からはジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが起こしたクアに主戦場を移し10月にオースチン・アイドルからの不戦勝でクア世界ヘビー級王座を獲得。以降はビル・ロビンソンと 同王座を争った。クアではヒールのポジションに回り、ダッチマンテル、スウィート、ブラウン・シュガー、ビル・ダンディ、ジャック・ルージョー・ジュニアらを相手に、グラス派から管理権が移行した、ミッド・アメリカヘビー級王座を争った。また、1981年の初頭は、ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングにも出場し、1月22日にスティーブ・オルソのスキーから、 NWA National TV 王座をダッシュしている。1984年、デニス・コンドリーやマネージャーのジム・コルネットと共に団体間のトレードによってビル・ワットのムズウィに移籍。コンドリーが1981年にランディローズやノーベル・オースチンと結成していたミッドナイト・エクスプレスを再編し、 同じククアから移籍してきたリッキー・モートンロバート・ギブソンのロックンロール・エクスプレスと構想を繰り広げた。その後はテキサス州ダラスの WCCW を経て1985年よりジム・クロケット・プロモーションズと契約しジム・クロケット・ジュニア主催の NWA ・ミッド・アトランティック地区に参戦。ロックンロール・エクスプレスとのドル箱カードを同地区でも再現し、 ロードウォリアーズとも構想を開始するなど、1980年代を代表するタッグチームの一員として名を馳せた。1987年にコンドリーが NWA を離脱すると、スタンレーンを新しいパートナーに起用。1988年9月10日には、レーンとの新コンビでフォーホースメンのタリー・ブランチャードアーン・アンダーソンを破り、 ミッドアトランティック版の NWA、世界タック王座を獲得している。一方、コンドリーはアワーにおいて、ポール・イ・デンジャラス・リーをマネージャーに、初代メンバーのランディ・ローズとオリジナル版のミッドナイト・エクスプレスを再結成していた。1988年末に、彼らが NWA に移籍してくると、イートン・レーンは、ベビーフェイスのポジションに回り、 コンドリーローズとの骨肉の争いを展開。このイコン試合は、コルネットとデンジャラスリーのマネージャー間の構想にまで発展した。同時期、テッド・ターナーのクロケットプロバイにより、NWA は新会社 WCW への移行期にあったが、ジム・ハード副社長との対立で、コルネットとレーンは1990年11月に WCW を退団。 ミッドナイトエクスプレスも終焉を迎えることとなった。ミッドナイトエクスプレス解散後、1991年5月19日に、アーン・アンダーソンから WCW 世界 TV 王座をダッシュ。久々にシングルタイトルを獲得したが、後にヒールに戻り、ポール・イ・デンジャラス・リー率いるデンジャラス・アライアンスに加入。ラリー・ズ・ビスコ、リック・ルード、スタニング・スティーブ・オース・チンだと共闘する。 1992年1月16日には、アーン・アンダーソンと組んで、リッキー・スティム・ボートダスティン・ローデスから、WCW 世界タッグ王座をダッシュした。1992年下期、当時の新副社長ビル・ワットによって、WCW を解雇され、コルネットが旗揚げした、スモーキー・マウンテン・レスリングに参戦していたが、ワットの失脚に伴い、翌1993年より、 WCW に復帰。同年5月、WCW との提携ルートで、新日本プロレスへの初来日が実現。シリーズ最終戦の6月14日に、大阪府立体育会館にて、トニーホームと組んでヘルレーザーズの IWGP タッグ王座に挑戦した。その後は、スタンレーイのファビュラスワンズ時代の相棒だった、スティーブ・カーンとバット・アティチュードなるタッグチームを組み、 スティングリッキー・スティム・ボートなどのチームとも対戦したが、成功には至らなかった。1995年、ロード・スティーブン・リーガルに紳士となるための英才教育を受けたという設定のもと、アメリカ南部出身でありながら、英国貴族ギミックのキャラクターに変身。リングネームも、拡張高く R ・ロバート・イートンと改め、リーガルのパートナーとなって、新チームのブルーブラッツを結成する。 再びタイトル戦線に浮上し、ハーレームヒートやナスティ・ボーイズと WCW 世界タック王座をめぐる構想を展開。リーガルの負傷中は、新メンバーのスクワイア・デビッド・テイラーと組んで活動した。1996年にブルー・ブラッツを離れ、リングネームをビューティフル・ボビー・イートンに戻して、リック・スレーターとコンビを組んでいたが、1990年代後半は、 セミリタイヤ状態となり、ポール・オー・ンドーフがヘッドインストラクターを務めていた WCW パワープラントにて若手選手の指導に携わった。2001年の WCW 崩壊後は2003年8月にティネに出場してキットキャッシュと対戦。以降も各地のインディー団体へのスポット参戦を続け、2011年には JCW などの団体で、デニス・コンドリーとのミッドナイト・エクスプレスを再結成し、ロックンドール・エクスプレスとの往年のライバル対決を実現させた。2015年10月をもって現役を引退した。そして6年後の2021年8月4日、62歳で死去。ありがとうございます。